皆さん引き続き応援お願いします。では行きます。次の試合 TK な黒縁 VS スクービージェン、出てきてください。同じくじゃんけんからお願いします。はい、このますね。ではスクービー J にビートを選んでいただきます。ではマビーからいいかな。 DJ マビー聞かせてください。いいね。そして DJ ワーター、スクビどっち？一本目で。一本目でマーフィーお願いします。初の3番。オッケーね。参りましょう。先行スクービー J、後攻 TK なクロウチ。レディー、ファイ。キャー、TK とのセッションで上がるレート。お互いが踏んだストリート。ビート進むツーリスト。俺の名を刻めてみるブラックリスト。大阪の一派、埼玉の一派、俺が好きなのはブッパッゴッパッチ、握ったジャック・ザ・リッパー、長指を立てて面かじいっぱい。お前が大阪だってことは俺今知ったぜ、ありがとうのデータ、誰も知らねえなんてどこからまた上げてく。 I'm a player hater じゃねえんだ。 Hey、 お前はどこから来た。俺にかすかめぼれて全然と呼ぶのに変えて、しながらぶつけてくぜ、ちゃんと聞いとけ耳の中に。俺の地元は枚方、あんたのバースで身を貸すだけ、無駄だぜ、かすかめ、あんたは屍、引いた引き金、ざまみやがれ。ファッションファンケル、あんたも生かしたラッパー、間違いね、落とした落とし蓋、TK エビの子守歌。これは遊びじゃねえ、ならば俺はマトリックスみたいに、お前の引き金ちゃんと避けてる。のけぞってるせいで負けかけねえだろ。バカだれ、あんたと合わせてるイナバウは引かねえ、タイムイズマネー、日が沈むまで。俺も打ち込んだピストル、思想と哲学の二正拳銃、ラッパーは鉛筆のしのぎを削る。うるせえうるせえ、俺はイナバウはだけど滑ってる MC とはちょっと違うぜ。それはまるであの角度だったらソルトゥダブリッジ、お前と俺もつなぐもの。それは一体何時代とかどうとか、そんなのは知らねえぜ、いつも通りの即興だぜ。ごめん、終了です。はい、じゃあ決めてください。先攻スクービージェ、後攻 TK な黒縁、勝者スクービージェ。 TK な黒縁の沖縄市長、とんでもなかったもんね。 TK コメントください。いいな、 OK、 ありがとう。はい、さあベスト4第2試合、これに勝った方が KBD との決勝戦に上がります。それでは呼び込みます、スクービー J。 対戦相手はインマー。あ、それでは戦っていただくビートを聞いてみましょう。 DJ 強化、ビートを聞かせてください。それでは先行後攻を決めるじゃんけんをお願いします。 OK、戦国ライマーズハイ2ベスト4第2試合、先攻スクービー J、 後攻インマン、8小節3本勝負、 DJ 強化かませ。俺はお前みたいに陰も長くなければ、特に硬いわけでもねえな、それは認める。でもあれなぜだろう、絶対に俺の方がシビーぜ。それはライムが浮き彫りだから、喜ばせるだけだったらサーカスのピエロと一緒だぜ。クラブのラッパーサーカスのピエロ、ブラックを凌駕する生粋のイエロー。
俺より硬いこと踏めないが、でもライマズハイだからそれじゃ噛み応えがねえな、みたいなんでも鑑定だ。豆のアベージャスインマとスクビジェーだぜ、上がれお前ら。いやクラブジュール、テクトライムだけで踏むことができる、またブーツは履いてない、関係性はまるでミュウミュウツ、ライマズハイでインマの前でイン踏む普通。いいよいいよ、俺は陰性よりはこんなつなぎ目、そこに特化してるライム、そして俺は火の粉散らす登り流、うん、ヒップホップ一筋生かした一刀流、うん、ビア求む刺しいい感じ、上がれおめえら上がれおめえら、それマジゲーな、だけどてめえはケツのゴミを追いかけまくり、うん、下がれバティマン。Yo、 いやケツに落とすって俺なりの決意、お前がセクシーじゃいんでぐちゃぐちゃの入れ墨入れてやろうかな、般若超えた最低の MC、 いいんだけで俺に勝つってアニメの見過ぎ。いやマジで道筋は一緒、俺はライムだけを踏んでたい、腐ってもたい、間違いない俺のスタイルだから、まだもタッチ出すかい、軽く超えるライマーズハイ、はい、いや、うん、アニメだったら俺はルパンが好きだぜ、好きあらば俺もライムを差し込んで教えるぜ、ライムとフローの人間関係、ハットかぶらずとも次元大好き、ブレッ、こんなライム落とし方、確かの名は俺よりもインは硬い、だけど教える、バトルってのはインの踏み合いじゃねえ、受け取れ俺の言葉、釣りはいらねえ。めちゃくちゃ強いマジで、でもこれライマーズハイやから一応陰の踏み合いがしたいと思っている、疾風陣雷死人に口なし、俺は優勝欲望むき出しで今日は取りに切ってる、ライカボルメテウス、まるでオートデスクすらも燃やし尽くす、ライムテケと踏むながらお前が恥かいたピエロ、カニエウエスト勝利の美酒にハーディーペルフェクション。終了さあそれでは判定に入りたいと思います。決勝戦に行くのはどっちだ、セイコー、スクービー・ジェイ、ココー、インマン、勝者スクービー・ジェイ。セイコー・キザル、ココー・ティー・ケーラ・クロブジ、レディー、ホワイト、レディー、フレッシュなピッチで届けするんだこのバトル、実践もそこのパワー、ファミリー、家族、どこまで街に人を持ちながら蹴るかもしれん、でもそれは希望ともしたいけじゃん、このろうそく消えてしまうかも、でも今日は引っ張りとこで燃やしたいかも。いや俺は断ったぜ資格、いや1回戦から使ってるマイクで威嚇しばく刻る、えいよ決めていくぜ、俺もお前もスタイルはそんな変わらない、だけど俺は言ってることがライも変わらずわからない、絡まってるその頭の中、お前の灯しのものろうそくは風船ふっふっと吹くぜ、そこで消える、 You're on my street、 マイクポンスティック握れば止まらない、ブンバップなビートだぜ You know、 いやマジですごいよ一回戦、こいつは資格とか無視ってちゃんとやってる、俺はシード、まあそんなのは知らない、でもしょうがない、3連覇中だから戦国はな、任してくれさ、おめえにできるならそういう覚悟、そこで消しとか言うんでしょ、適当言ってでもしょうがない、無敵だからファミリーでな、3連覇誇ると思わなかったぜ今日の試合、よ俺はその3連覇に出てねえからな、つまり俺が出たらお前はそこで引っ込む、乗っかれてないグッドグレープ、このレープ乗せてきてルーズ塗ってるわけじゃないぜ、ワンループの狭間に言葉で意味を持たすことができるかって、若いお前は愛も変わらず何を言ってか浮かんでんだよ、さっきの試合引きずってんじゃねえよ、ああそうですか、どうぞ言ってください、ワンループの中身シャヤ口ばかりで聞こえねえよ、俺は一言一句全てお前の真の層に突き刺すよ、殺伐な層お前のドリーム、ごめんね俺は今日はそこでクリーム、見たか甘くさ舐めてしまうよ、この下の動きを見てくださいなさ、そしたらそのベロちょん切ってプリーズ、わかるだろお前の頭そこでビーツ、 You're no reason なライブには興味はないぜ、俺が教わったのはライブ&リーズン You know、 つまりこのマイクフォンの握る意味があるぜ、お前とはわからないくだらないことばっかまた言ってんじゃねえって話だぜ、 Yo またブツブツ言ってるぜ、お前もっと来いよキザル、お前はライブか俺は違う、俺はライフオブリーズ、生きるための DQ、 ヒップホップ、ヒップホップのために生きるか、生きるためのヒップホップか、したこっちゃねえが、そのさ舌を切るとか言ったが、お前じゃ切れない、エンマしか俺は切れない、悪魔悪魔悪魔、こいつはガラクタ、そこしがらむやつ、いやお前は
下にするんだな。そうだな、ハードな仕事と仕事の合間のラップのリリック、それは知ってる。センストイックにお前を追いかけてるのは俺は知ってる。だけどそれも追い越すためには何をしてるか、何がエンマ知らねえぜ。俺は炎天下の中でもケンケンパするような感じの言葉のレンだ。それをぶつけてきて、まるでお前はチェンガ。俺が一個抜いたら速攻で崩れる。聞かせてください。どっちかです。先行キザレ、コアコー TK なクロウチ、高速ウクレナクロウチ、キザレにも拍手を。 TK 決勝進出でございます。